HKS ボディキットタイプ S は、鮮烈な印象を残した HKS タイムアタックマシンの力強いスタイリングを継承し、機能美を追求したエアロパーツです。フロントスポイラーは、歴代タイムアタックマシンの顔つきを受け継ぎ、力強い印象を与えます。両端にはカーボン製バージパネルを装着し、理想的な整流効果とさりげないレーシーさを演出しました。性能面ではフロアの流れに着目し、追加のアンダーパネルを付属し、整流効果をアップさせます。これによりタイヤの接地感を高め、走りに安定感をもたらします。またサイドに装着するカナードは、タイヤハウス内の乱流をかき出し、リフトを低減しています。こちらもカーボン製でレーシーさを引き立てます。サイドは純正プレスラインをきれいに生かし、造形美を表現。大迫力の大型バージパネルが力強さを演出します。フロントスポイラーの効果を生かすためには、リア周りの整流も重要となってきます。独自のフィン形状による整流効果により、前後の空力バランスを最適化させます。また、サイドのカーボン製バージパネルによって、レーシングカーさながらの力強いワイド感が得られます。ダックテールは、高速度域でボディ上面の整流効果を生み出し、ボディ下面の整流効果と合わせ、ダウンフォースを向上させ、接地感、安定性を高めます。リアウィングはタイムアタックでの経験を生かした翼断面形状とガーニーフラップの装着により、ドラッグは抑えつつも高いダウンフォースを獲得しています。単なるドレスアップだけのエアロではなく、 3D CAD モデリングや空力解析により高い設計品質、さらにはサーキットでの実装テストを行い、高い走行性能を持ち合わせています。乗ってるフィーリングとしてはですね、もともとエアロがない状態でいくと、フロントの接地がちょっと薄いなってところと、オーバーステアと、だから要はアンダーもあるし、オーバーもあるしってところで、乗ってる感じ、そんな感じでしたね。で、エアロをつけると、基本、ウィングがやはりリアをね、ちゃんと押さえつけてくれるので、リアの安定感が出ました。なので、ステアリングがね、しっかり切れるようになった。車自体のフィーリングでいくと、リアがどっしりしたことによってアンダー方向なフィーリングに少しなるんですが、でも先ほどまではフロントにかければリアがいないで、リアを落ち着かせるとフロントがいないみたいなフィーリングが、リアが出たことによってステアリングをしっかり切れる、そういうね、ステアリングを切れることによって曲げていけるというところで、エアロ効果はすごく感じられました。エアロだけでなく、エンジンルーム内も抜かりはありません。折り目も美しい産経綾織カーボンを採用したドライカーボンエンジンカバー、ヒューズボックスカバーは、エンジンルームに高級感とボクサーエンジンならではの躍動感をプラスします。どこから見ても印象的で隙がない GR86 BRZ に仕立てる HKS のボディキットタイプ S とドライカーボンカバー、機能美を追求したHKS 流のこだわりをぜひ身にまとってみませんか。